小山美希選手やジュジュ選手が参加した W シリーズはどんなシリーズだったのか。2018年10月に女性フォーミュラーカーシリーズとして発足されたが、実質3年で資金難により2022年途中で中止、2023年になってもウェブサイトも更新されず一切の情報がないまま終了しました。もともと素人のおばさんが思いつきで始めてしまったが、デビッド・クルサードやエイドリアン・ニューウェイといったフォーミュラワン関係者が多く関わったことで、とりあえずスタート。2年間で10億円の赤字になり、そのため多くの投資家が去り、あっという間に潰れました。もともとの設定に無理があり、参加費用も取らず、広告費だけで賄おうと考えたキャサリン・ボンドミュアの考えが甘かったと考えるべきか、それでも実質3年開催できたことを称えるべきかわからないシリーズでした。